誕生日ケーキをポンピで頼んだの。だから今からピックアップに行きます。こういうね、誕生日ケーキを出しました。はい、ここがね、有名なポンピティラミスの店だよ。一人分でも食べれんの。ローマ時代の集合住宅だった場所。後ろはベネチア広場。マルチェッド劇場、ローマ時代の劇場だよ。上にはね、人が住んでるの。マンションになってんだよ。カンピドリオ広場に今向かってます。カンピドリオ広場はね、ミケランジェロが設計したものなんだよね。で、この奥にあるオレンジの建物は現役の視聴者で、広場の右側には民事結婚式ができるお部屋もあるから、たまに結婚式をしてるね、カップルなんかも見かけます。大丈夫か？へこたれてないか？結構歩いたもんね。ローマ市庁舎の横を入ってくるとフォロロマーノが見えるんだけど、ここはね、私のね、ローマで1番か2番ぐらいに好きな景色かな。1番って言っても過言じゃないかもね。はい、こうやって来るとじゃじゃーんってフォロロマーノが見えます。ほら見て、すごいでしょ。ローマ時代の遺跡だよ。向こうにはコロッセオが見える。ローマのシンボル、はい、双子の兄弟が狼のお乳を飲んでるところ。パンテオンにこれから入ります。ここに敷き詰められてた銅を持ってって、大聖堂、サンピエトロ大聖堂の天蓋を作ったんだって。すごいよね、こんな大事なものを持ってって本当に良かったんだろうか。はい、これから大聖堂に入ります。じゃん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 。向こうがラファエロのお墓。ラファエロのお墓です。どう？なんか感激ある？すごいよね。細かっていうのかな。うん、そうね、まあ、一応ね、ローマ時代の神殿だしね、今はまあ教会として見なされてるけど、まあそういうのを考えたら、まあ厳かといえば厳かだよね。
すごいでしょ、この柱一本で継ぎはぎがないんだよ。エジプトから来たんだって。午後のナボナ広場、ちょっとね光が出てきたんだよね。はい、こちらがアパートです。ここにね、2部屋の共有のキッチンがあるんだけど、で中に入るとまずここがバスルーム、うん、でこっちがベッドルームです。かわいいね、こじんまりしてて小さいけど十分だよね、うんうん、はい、シャワーが使えるかどうか点検で、お湯が出るかどうかさ、ちゃんとお湯の方に回して、多分左がお湯だと思う。夕食の時間を伝えて、それまでアパートで休んでてっていうことで私は家に帰ってきたんだけど、その約束時間になっても甥っ子くんはうちに来なくて心配になったので何度も電話しました。もう15回から20回くらい電話したけど電話に出ないので心配になって彼のアパートに行ってみたんです。でもホテルと違ってアパートは鍵のある人しか中に入れないから私は入れなかったんですね。で、下から何度も何度も彼の名前を呼んだけど応答なし。で、窓に何かを投げて気を引こうかなと思ったけど、それもできず、困っていたら誰かがアパートに入っていくところだったので事情を話して一緒に入れてもらいました。それで彼の部屋に行ったら、甥っ子くんが眠そうな顔をしてアパートから出てきたの。だから何でもなくてよかったんだけど、時差ボケでちょっと寝たら起きれなかったようです。今日はラザニアとアーティチョークとあとお肉、はい、どうかな。うん、あのね、フォークで全部まあ食べれるけどね、うん、はい、どうですか。いただきます。テックス君もね、一応仲間にね入りたいのね。Rex is being punished because he's not behaving. Hey! I said drop. Right now. Drop. You want to achieve based on your, your civilization. So. Rex, I said drop. Huh? What did you do?Okay, free. I told him free. He can go where he wants. 何？あ、お肉の匂いはするから。お肉が食べたいんだ。So, explain to him. タンタグリアテ。タンタグリアテ。タンタグリアテ。Tanti auguri a te. Yeah. Just a moment. Maybe it was better to turn on the light. Yeah. Okay, じゃあ、お願い事をしてというか、はい。それでキャンドルを拭いてください。これは言った方がいい。うん。頭の中で、うん、心の中で。イエーイ、おめでとう。18歳おめでとう。で、ケーキがこんな感じ。これはね、ポンピっていうティラミスで有名なお店のケーキ。はい、ちゃんと18ってね、はい、なってますね。バースデーボーイ、美味しいはずよ。 How is it? Bueno. Bueno? Sí.